6月14日15日に日本武道館で行われた日本インターナショナルダンス選手権大会。国内外の一流選手が集い、2日間にわたって白熱した戦いが繰り広げられました。29回目となる今年の大会には、プロフェッショナル、アマチュア合わせて1148組が参加し、華麗な技とステップが競われました。今日はこの中からプロフェッショナルラテンアメリカン部門とプロフェッショナルスタンダード部門の準決勝、決勝を中心にお送りします。解説は元統一全日本チャンピオン、スタンダード部門の檜山浩二さんとラテンアメリカン部門の須田雅美さんです。お二方どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。この大会のプロフェッショナル部門準決勝に進むためには3回の予選と準々決勝を勝ち抜いていかなければなりません。なかなか過酷なスケジュールですよね。はい、実績のあるシード選手でさえ2回戦から参加しなければなりませんが、各選手とも大会前には十分な踊り込みを積んで自信を持って臨んでいると思います。さあ、そして試合の審査方法ですが、海外からの8人を含む11人の審査員により採点されます。多くの点数を得たカップルから順に次のラウンドに進むことができます。その結果は選手控室前の廊下に貼り出されます。ドキドキする瞬間だと思いますが、準決勝に勝ち進めるのは200組近いカップルの中からわずか14組です。熾烈な戦いですよね。はい、一次予選は朝の9時からスタートして一日中緊張感を持続させなければいけません。そしてやはり体力勝負という一面もあると思うんですが。そうですね、5回のラウンドを勝ち抜いていかないと決勝まで進めませんから、はい、休憩時間にしっかりと体力を回復させて次のラウンドに集中して臨めるようにしなければなりません。さあ、それでは早速競技をご覧いただきます。まずはプロフェッショナルラテンアメリカン部門です。チャチャチャ、サンバ、ルンバ、パソドブレ、そしてジャイブの5種目で競われます。次の準決勝で一曲一曲気持ちを入れて、気を抜かないように集中して踊りたいです。この前に1ヶ月ほどイギリスの方で留学してまして、常にこの武道館の会場をイメージして、ずっと練習してきました。イギリスでも本当にようやくこの日が来たかなっていう気分です。プロフェッショナルラテンアメリカン部門準決勝です。さあ、それでは参りましょう。最初の種目、チャチャチャです。ラテンアメリカン部門は須田雅美さんの解説でお送りします。安田さん、チャチャチャ、陽気な音楽ですよね。はい、そうですね。キューバ発祥の4分の4拍子の音楽に合わせて踊りますが、はい、この高い音の出る打楽器でチャチャチャ、チャチャチャって聞こえるような基本のリズムを奏でているので、とても軽快で明るい印象の音楽になると思います。はい、審査の基準と言いますとどんなところになりますか？そうですね、シャッセやロックといって足を開くと閉じるという3歩のステップを基調にして、男女が楽しくじゃれ合うような様子を表現して踊れているかっていう点ですとか、それから軽さやスピード感をつけて振り付けにこうどのくらい工夫がなされているかっていうところもポイントになります。はい、リズム感が大事になってきますね。そうですね、技術が未熟ですと体も足も止まってしまって音楽に遅れてしまうことが多い難しい種目ですね。はい、この種目が一番最初に来るというのは選手たちにとってはどうなんでしょうか？そうですね、体は軽快に動かせるので、その後までいろんなトラブルを引きずることはないと思います。はい、
見ていても楽しくなりますよね。そうですね。ただ歩数が多いので、それだけちょっと大変かもしれません。はい、チャチャチャの競技が終了いたしました。2種目目はサンバです。サンバの動きの特徴はどこでしょうか。はい、バウンスアクションという少し弾むような動きがあるのがこの種目の特徴なんですね。はい、こう聞いていただくとワン、アツー、ワン、アツーというふうに聞こえてくるかと思うんですけれども、このリズムを足で刻みながら体の方がこう違ったこうタイミングで動いていくので起こるんですね。はい、そしてやはりサンバといえばカーニバルを連想しますよね。はい、そうですね。由来が、カーニバルのサンバパレードですけれども、ボールルームダンスのルールにのっとってフロアを左回りに進行するように振り付けされています。はい、サンバのどんなところが一番難しいんでしょうか。そうですね、打楽器がいろいろなこうパターンでリズムをこう奏でているんですね。ですからベーシックフィガーだけでも8種類のパターンがあるって言われるぐらい複雑なリズムパターンをいろいろなこう振り付けによって踊り分けていかなくてはならないのが難しい点だと言われています。しますと状態がブレてはダメですね。そうですね、動きの軸がしっかりしていること、そして膝や足首を柔らかく使えること、これが条件ですね。はい、滑らかさ、そして躍動感も大事になってきます。はい、サンバの競技が終了いたしました。3種目目はルンバです。ルンバですが、いやしっとりとしたロマンチックな音楽になりましたね。はい、キューバ発祥の4分の4拍子の音楽に合わせて踊りますね。はい、このゆったりとしたテンポの音楽に乗せて恋人同士の愛することの喜びや切なさ、そんなものを優しく時には激しく表現しながら踊ります。としますとこのゆったりとした音楽の中でも動きとしては緩急をつけていく。もちろんです。男性は男性らしく、女性は女性らしくと、動きでしょうかね。こうゆったりとした音楽で腰を大きくくねらせるようにこう動くことが特徴なんですけれども、はい、セクシーに見えるんですがきちんと体重移動ができていないと軸がぶれてくねくねと不格好で見苦しいダンスになっちゃうんですね。ですからこう基本のプカラチャですとか、ウォークをしっかりと練習しないとそれを習得することができません。いわゆるベーシックの部分ですね。そうですね。ステップとかこのポーズなど見てみますとこうチャチャチャと似ているような印象があります。そうですね、ステップはよく似たものが入っています。はい、ただ表現されるものが違ってきますね。ルンバの競技が終了いたしました。4種目目パソドブレです。今度はフラメンコのような音楽になりましたね。そうですね、ラテン民族であるスペイン発祥の、闘牛場でかかる行進曲風の音楽に合わせて踊ります。はい、このパソドブレですがどんなところが一番審査の基準になりますか。そうですね、闘牛をイメージしてマタドールとケープですとか牛、もしくはスペインの民族舞踊であるフラメンコを思わせるようなステップで情熱的な男女のやり取りを表現したりするんですね。はい、ですから力強くてドラマティックに表現されるかどうかっていうところが審査のポイントになります。
かこう男性の見せ場のようにも思いますね。そうですね、男性中心の踊りとも言えますね。はい、これ他のカップルとぶつからないようにするというのも大事になってきますか。そうですね、パフォーマンスが結局小さくなってしまいますから、きちんと次に自分が進むべき方向を見極めて進行していくことが大事ですね。はい、経験が浅いカップルですとぶつかりやすいと思います。はい、このパソドブレになって表情も真剣なまなざしになりましたね。生きるか死ぬかという感じですかね。パソドブレの競技が終了でしました。はい、さあ準決勝は残るところあと1種目です。最後の種目はジャイブです。最後はジャイブです。アップテンポな音楽になりましたね。はい、テンポが速いですよね。アメリカ発祥のリンディホップやジタバグ、スイングやロックンロールがジャズとともに世界中に広まって、イギリスでジャイブと名付けられました。はい、審査のポイントはどこになりますか。そうですね、基本的にクイック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 とカウントして踊るんですけれども、ええ、足では軽くリズミカルに弾みながらも体重移動するときに起こるコントラヒップモーションというもので、ヒップのスイングで滑らかさを加えないといけないんですね。ただこう跳ね上がっているだけではバタバタと暴れているだけのダンスになってしまいます。こう種目目にこのジャイブですとかなりこう運動量がありますから、意外とでもリズムにきちんと乗れば疲れない種目なんですね。リズムに乗ればという。はい、そうですね、きちんと膝、足首の関節を柔らかく使えていると疲れることが少ないカジュアルに踊れるダンスなんですね。タッカタタッカタというリズムもこ う, うまく表現できないです。チャ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 とちょっと重い感じになってしまい、自分も疲れてくるんですね。そのようなステップができてくるとこう表情にもやっぱり現れてくるものですか。そうですね、表情はもうずっと頑張って笑顔を作っていると思いますよ。準決勝最後の種目ジャイブが終了いたしました。いよいよ決勝進出者の発表です。197組の選手から決勝に進めるのはわずか7組です。決勝進出1組目はエントリーナンバー23番、大村敦樹、和田めぐみ。準決勝を戦った14組の中から次の7組が決勝のステージに進みました。大村敦樹、和田めぐみ組、セルゲイ・サルコフ・メリア組、サオリャン・ガオシュー組、マイケル・マリトースキー、ジョアンナ・ルーニス組、立石克也、立石ひろみ組、中村俊彦、青柳智子組、そしてデラン・ターチェフ、ボリアナ・テルジェバ組です。さあ参りましょう。ソロ競技のジャイブです。 Your first dance, the jive。 はじめにエントリーナンバー23番、大村敦樹、和田めぐみ。最初の種目ジャイブは1組ずつ踊ります。各選手は32小節の規定フィギュアを2回繰り返します。今回このジャイブが初めて規定種目として取り入れられました。はい、この大村組ですが日本を代表するカップルですよね。そうですね、5月の全英選手権でも日本勢では一番活躍したと思います。はい、このカップルのいいところはどんなところですか。そうですね、この2人の動きが常にこうシンクロしているっていうことですね。はい、しっかりとタイミングを合わせるというリハーサルをしてきていると思いますよ。やはりリハーサルを繰り返さないとこのような2人の動きにはならないんでしょうね。そうですね、ちょっと今間違えてしまいましたね。はい、それほど影響はないと思いますけれどもちょっと残念ですね。ええ、
このところ毎年決勝に進出してきているこの大村和田組です。出来はどうでしょうか。そうですね、少し足がバタバタと暴れてしまうんですけれども、はい、体の下でセンターラインに足がちゃんと寄ってくるように踊っていると、もう少し綺麗に見えたかもしれませんね。しかし存在感はありますよね。もちろんですね。エントリーナンバー55、セルゲイ・サルコフ&メリア from ポーランド。続いてはサルコフ組です。ポーランドの選手で今年の全英選手権で4位でした。はい、日本でも非常に人気の高い選手です。はい、この2人の特徴はどんなところにありますか。そうですね、しっかりとベーシックを学んでいるところだと思いますね。女性のドレスの動きに惑わされないで、男性のヒップの動きを見ていていただきたいんですけれども、はい、体重が乗った時のヒップアクションによって音楽をきちんと表現しているんですね。ここが素晴らしいところだと思います。確かにそうですね。そして女性とのバランスといった面ではいかがでしょうか。そうですね、女性がもう少し音楽に積極的に動けるといいですね。男性にはしっかりとついて動いているんですけどね。はい、今2周目に入っているんですけれども、はい、しっかりと自分たちの踊りにもう自分たちのものにして、アレンジを加えるような感じにして踊っています。完全なアレンジではないんですけれども、はい、少し体の角度を変えてみるとか、大きく膝を曲げるとかしてアレンジをしていますね、はい、そこは高く評価されるべきだと思います。Number 115, Cao Liang and Gao Xu from China. Cao Liang 組です。去年のこの大会で4位でした、はい。このカップルの特徴はどんなところですか？そうですね、昨年とパートナーを変えて身長差が少し出たんですけれども、男性が非常に強いバネを持っていますよね、はい。そして女性は小柄なんですけれども、しなやかで、しかも軸がしっかりしてますね、ただちょっと今ステップを間違えてしまったようですね。中国人のカップルっていうのはこういった特徴がありますよね。そうですね、大陸的というんでしょうか、体格もしっかりしていて、性格もこう積極的ですね、はい、それがダンスに出ていると思います。同じ日本も東洋人ですけれども、はい、こういったところでちょっと違いがあるんでしょうけどね。そうですね、ただダンスをするための姿勢っていうものをきちんと学んできているようですね、はい、ですからそれを崩さずにきちんと踊ることができるんだと思いますね。その姿勢というのは具体的にはどういったところなんですか。ダンスを踊りやすいところに立っていないとダメなんですね。はい、かかとのところに体重を乗せすぎてしまうと、バックバランスといって、姿勢を崩しやすいので、動きやすく前傾姿勢を保つって言われているんですけれども、はい、エントリーナンバー148、マイコー・マイトスキー&ジョーナ・ルーニス from ポーランド。登場してきましたマリトースキー組です。全英選手権ブラックプールで1位と圧倒的な強さを見せました。去年のこの大会のチャンピオンです。はい、その通りですね。かなり集中力を増したんじゃないですかね、以前よりも、女性はもともと身体能力が高いんですけれどもね、はい、回転をした後のブレが、なくなりましたよね、以前にも増して。本当にこの女性の回転が見事ですよね。そうですね、回転をすると止まるところが難しいんですよね、はい、軸がしっかりとしてますね。その回転に対しての男性の動きはいかがですか。男性も昨年よりも良くなったと思います、はい、このベーシックを見ていてもしっかりとカウントを取ろうとしていますし、
相手との距離感もしっかりと見て踊っているように思います。この辺りの回転も見事ですね。アクロバティックな動きですよね。そうですね、お手のものでしょうね、このような動きは。はい、腰のキレもありますしね。ただ2周目に関して言えば、はい、もう少し試験を受けるようにではなくて、エネルギーの変化を見せてほしかったですね。立石克也、立石ひろみ。立石組です。去年のこの大会初の決勝進出でした。どんどんこう日本の中でもですね、こう認知されてきたカップルではありますよね。そうですね、ファイナリストとして地位が確立して、海外でも認められるようになってきましたね。この2人の特徴はどんなところにありますか。まあ、ご覧の通り非常にスタイルの良い男性と華やかで目を引く女性のカップルですから、はい、どこにいても目立ちますね。技術的な面でいうとどうでしょうか。そうですね、残念ながら少しテクニックも知識も不足していますね。もう少し経験を積まないといけないんでしょうけれども、勉強すればもっと上に行けるでしょうね。海外でも活躍できると思います。はい、相当緊張していたと思います、間違えてしまっていたようなので。はい、いやでもこういった大きな舞台がまたその2人を育てていくんでしょうね。その通りです。はい、これからが楽しみですね。はい、184番、中村俊彦、青柳智子。同じく日本、中村青柳組です。この大会去年の決勝6位でした。この2人の特徴はどこでしょうか。そうですね、大変エレガント、エレガントっていうのはラテンでも大切なものなんですね。はい、エレガントでいつも清潔感があるカップルですね。ブラックプールでもあの2人の自分たちの力を出せたんですよ ね、 はい、ブラックプールで初めて日本の代表選手としてチームマッチで踊っていました。はい、非常によく踊れていましたから、それも自信になっていると思います。それを踏まえて今回の出来はいかがでしょうか。非常に良かったと思いますよ。どういったところが良かったんでしょうか。そうですね、彼はちょっと暴れやすいんですね。歩幅が大きくなったりしやすいところが、今回はきちんと自分の体の下に足を置くようにして、はい、丁寧に踊っているように見られます。こう自信が出てきたというような表情もしますし、そうですね、動きにも表れてますよね。はい、そしていつまでたってもフレッシュな感じを保っているのが、はい、彼の、いいところですね。エントリーナンバー193、レリアン・タチェフ&ボリアナ・デル・チェーバー from the United States of America。 最後の登場、ターチェフ組です。一昨年のこの大会で6位でした。最近成績が伸びているカップルですよね。そうですね、ブルガリア出身の、アメリカ、今アメリカを拠点にしているカップルなんですけれども、はい、なぜか成績が伸びて、あまり上手くなっているとは私たちは思っていないんですけれども、そのなぜかと言いますと、彼女の筋力が非常に弱いんですね。はい、ですからボディのリズムが見えにくいんですよ。線が細いというのと関係はあるんですか。それもあるかもしれませんが、鍛え方ですね。はい、
彼に関して言いますと、足を上げて軽さを表現しようとはしているんですけれども、うん、その足を床にただ打ちつけているだけで、その長さが長いので止まってしまって重くなるんですね。どうすればいいんでしょうか。もう少し膝と足首を柔らかくして、怖がらないでもっと下に降りれば、うん、次に今度は上に上昇するこうエネルギーが生まれるはずなんですよね、はい、飛び上がろうとしてしまうんですね、うん、多くのカップルに見られるんですけれども、こういうトラブルは、うん、そういったところをこう修正すれば、まだまだこう伸びていく余地はありますよね。そうですね、していただきたいと思います。はい、まず背番号失笑の審査について説明しましょう。旗揚げと呼ばれる方法で行われます。11人の審査員がそのカップルは7組のうちの何位に当たるのかを判断して表示するんですね。この結果が独特の方法で集計され、各カップルのその種目の順位が確定します。旗揚げは種目ごとに行われ、5種目の総合成績で最終的な順位が決まるのです。次の種目はチャチャチャです。 Your second dance, the cha cha cha. 2種目目チャチャチャからは再び全員揃って踊ります。こちら去年優勝のマリトースキー組ですね。はい、なかなか踊り出さないんですよ。なぜですか。これはまあチャンピオンっていう余裕もあるんでしょうけれども、はい、踊り出す前にきちんと音楽を聴いてテンポを把握してから踊ってるんですね。すごく大事なことです。はい、大村組ですね。はい、このあたりは男性女性が同じシンクロしてますね。2人の特徴でもあります。リズムにどう乗っていけるか。そうですね、体幹部分がこう強くないと、はっきりとやっぱりボディでリズムを刻めないんですよね。はい、さあこちら日本の立石組ですね。はい、立石種目はこうやって2人でただ向き合ってるだけではなくて、正面に向いたり2人が並ぶようにしてこのように踊ることがあるんですけれども、はい、パフォーマンスの方向が自分の前方ですね、お客様の方だけになってしまうと、はい、手を取り損ねてしまったりとかトラブルになりやすいんですね。意識しなくてはいけないところがたくさんありますね。そうですね、彼ら今ちょっとトラブっちゃったんですよ。影響をここまで受けてしまいましたね。はい、ぐらついちゃいました。再びマリトースキー組です。踊り始めのところでちょっとアクロバティックなことをやりすぎてそれが残念でしたけど、最後はしっかりとね、チャチャチャのリズムで踊ってますね。はい、チャチャチャの競技が終了いたしました。今の競技を振り返ります。サオリャン組です。はい、この後女性が回転をするんですが、男性が女性の左腕を取るのがほんのわずかに遅れたので、はい、女性が右に頭を振り切ってしまって勢い余ってバランス崩しちゃうんですね。はい、男性を引っ張ってしまってその影響を受けてその後まで距離感が悪くなってしまいました。次はサンバです。 Your third dance, the samba. 今度はサンバです。マリトースキー組です。この滑らかさ、躍動感、いかがでしょうか。そうですね、今ベーシックの施設から入ったんですけれども、まあ、このようにベーシックフィギュアをたくさんこう多用しながらバリエーションを踊っていけるので、まあ、難しいといえば難しいですし、初心者の方にもバリエーションを踊りやすい種目ですね。はい、そして各カップルのこのバウンスアクションですね。
彼は非常にやっぱりバネが強いですね。足も速いです。はい、躍動感につながりますよね。そうですね。ターチェフ組です。時差ボケですかねちょっとキレが悪いですね。立石組ですね。はい、今リバースロールを踊ってるんですけれども、はい、体全体を旋回させるはずが男性が頭や腕を振り回してしまいましたね。大きな円を描くように踊れませんでした。で中村組ですね。はい、再びマリトースキー組です。あ、本当に自信に満ち溢れてますねもう一度中村組ですね、うん、彼らのロールは良かったですね。はい、サンバの競技が終了いたしました。では同じステップを2組で比べてみましょう。彼は1、2、3とワンで高くなってアクセントを取るように乗り越え次のステップから降りていくように踊っていますが、はい、サルコフ組は1、2、3、1、2、3、1、2、3というように2歩目で腰を切るようにして乗り越えてアクセントにしてますね、はい、これでシェイプが違ってきます。決勝戦4種目目はルンバです。 Your first dance, the ルンバ。ルンバです。スローなテンポになりました。去年優勝のマリトースキー組、まだ動きませんね。やはりしっかりと音が聞いてますね、ゆっくり動き始めました。このあたり本当に楽しんでるような動きですね、はい、体重の移動が見事ですね。中村組です。今日はよく踊れてますね。はい、自分たちでも乗ってるっていうのは分かるんでしょうね。分かるでしょうね。サワリアン組です。はい、非常にあの彼はリードがうまいですね。この部分でずっと左に乗ってるようなんですけれども、はい、体重移動をきちんとしてその後にその腕で自分の体重移動を彼女に伝えてるんですね、うん、必要な時に必要な分量だけ速度の調整もしながら確実に自分の体重移動を伝えてますね、はい、体重移動がいかにうまくできるか大きなポイントでしょうね。そうですね、それをしっかりできないと吸盤モーションという、まあ、ヒップのモーションが生まれないんですね、優雅な中にも緩急をつけていく踊りです。面白いですね。そうですね、ちょっとバレエのような動きも中にやっぱりね、入れていきます、はい、ターチェフ組ですね。ちょっとバテていたかなというような動きでした。そうですね、ですからしっかり体重移動ができてないみたいですね。疲れと関係してくるんでしょうね。はい、はい、立石組です。いかがですか。もう少ししっかりと股関節に乗れるようになるといいんですけれどもね。股関節に、はい、体幹部分のところが強くならないと、乗り越えるときにヒップムーブメントが起きませんから、このラテンらしさっていうものが出ないんですね、はい、ルンバの競技が終了いたしました。
ではルンバを振り返りましょう。中村組です。このように女性が後ろ向きに背中側から男性の腕の中に飛び込んでいくときには自分の体の幅を考えていないとぶつかったりすることが多いんですけれども、彼女はうまくできていますね。はい、ターチェフ組ですね。はい、体重移動がうまくできていなかったんですけれども、彼のリードが体重移動と同時になっちゃったんですね。はい、それで彼女が振り回されることになって次にきちんとこう乗れないんですね、足の上に。ですから体重移動ができず残念でした。それでは参りましょう。決勝戦最後の種目はパソドブレです。 This is the grand final dance, the paso doble。 ラテンアメリカン部門最後の種目パソドブレ、男性が引っ張っていくこのダンス、大村組です。はい、非常にこのパソドブレの雰囲気を出していると思います。力強いですね。はい、マリトースキー組、最後の力を振り絞っての5種目目ですから、こう堂々と踊ろうという気持ちがやっぱり強く出るんでしょうね。そうですね。ただその堂々と胸を張ってっていう風にしてしまうと上を向きすぎてしまって、パフォーマンスとしては闘牛士と牛っていう感じにならなくなっちゃうんですね。牛は自分よりも目線下の方にいますから天井にありませんもんね。はい、このマサドールの雰囲気出てますね。サオリャン組、この男性の力強さ、すごい筋力ですよね。はい、回った後すぐこうしゃがんだりすぐ立ったり、皆さんいろんな訓練をしていると思います。はい、男性に力強さが出てくると今度は女性に柔らかさというのが出てくるんでしょうね。そうですね。ただラテン女性と独特のこう、なんて言うんですかね、アグレッシブな感覚ですか。はい、そういうものを表現しなくてはいけませんね。中村組、ターチェフ組も最後の試合頑張れの種目が終了いたしました。こちらサルコフ組です。はい、男性は普通だとここで天井を見たくなってしまうところ、しっかりと自分の相手を見据えることでエネルギーが逃げないようにして非常に緊張感ある力強いマタドールらしさを表現することができていますね。はい、続いて大村組です。はい、簡単そうに見えるステップなんですけれども、女性がこう回転をしながら男性の腕の中に入ってその位置を保つ、きちんと自分の役割を果たしているっていうのが素晴らしいところだと思います。距離感とスピードコントロールがきちんとできました。この大村敦樹、和田めぐみ組がこの大会を最後に引退することになりました。どんな印象がありますか。はい、大学生の時代から一緒に踊ってきた仲間なので、本当にお疲れ様でしたと言いたいですね。日本のエースとして日本のダンス界を引っ張ってきましたよね。はい、もうダンスを愛するという感じがよく伝わってくるカップルで、本当によく練習をするカップルでした。はい、そうですね、今日はなんか一日いろんな気分でなんか嬉しかったり、なんか感無量になったりとか、なんかこう、いろんな気持ちで踊れて、この白い武道館、記念すべきね、こういう武道館で踊れて、本当に良かったと思います。はい、私たちが初めて決勝に入ったのが2001年のこの日本インターナショナルダンス選手権大会なので、本当に思い出深い大会で引退ができて本当に幸せです。今まで応援していただいて本当にありがとうございました。ありがとうございました。
ロフェッショナルラテンアメリカン部門栄えある優勝は、The champion is entry number 148, Michael Majewski and Joanna Lunis from Poland. Congratulations. Congratulations. というの優勝でしたね。はい。このスピンでさえもう素晴らしいですね。続いて第2位は、Into second place.Entry number 55, Sergei Sarkov and Maria from Poland. Congratulations. Congratulations. 今後の世界での活躍も期待されるカップルです。おめでとうございます。そして第3位は、Into third place. Entry number 193, Darian Tachev and Boriana Delcheva from the United States of America.まあ、過去の成績を受けての今回の成績だったかもしれませんが、次回はもう少しいいパフォーマンスをしていただきたいと思います。プロフェッショナルラテンアメリカン部門の総合順位です。日本のカップルが5位6位7位でしたね。そうですね、もう1つでも2つでも上に行っていただきたいと思っていたんですが、はい、及びませんでしたね。今後に期待といったところでしょうね。そうですね、そうですね、まだまだ課題がありますので、これからもそれを一つずつクリアしていこうかなと。Well, it was a pleasure to be here again. It is our third time. The first time we came was 2003 and we were second then. Last year we won it, and this year we expected to win as well, and we did. And we were very happy with our dancing, actually. That was even more satisfying than the victory. So we're really glad overall.では2連覇を果たしましたマイケル・マリトースキー、ジョアンナ・ルーニス組によるチャチャチャのオナーダンスをご覧いただきます。改めて今回のマリトースキー組いかがでした？そうですね、昨年度よりもかなりこうレベルを彼の方が上げてきたので、はい、彼女が安心して踊れるようになったんじゃないかと思います。決勝の中でも力が抜きに出てましたよね。そうですね、早く追いつけるように日本の選手を育てなくてはいけませんね。今回のこのラテンアメリカン部門全体を通してどんな印象がありますか？そうですね、今回初めてジャイブが規定種目となりましたけれども、はい、なるべくやはり若いうちから5種目全てにおいて力を発揮できるようにベーシックをしっかりと勉強した方がいいなと思いました、はい、そうすることによって海外で活躍する選手がたくさん育つのではないかと思います、このマリトースキー組のベーシックもしっかりしてますもんね。そうですね、リズムをはっきりと見せるということがいかに大切かっていうのを教えていただいたような気がします。日本の舞台でこういったカップルを見ているともちろん勉強にもなりますもんね。そうですね、この大会2連覇マイケル・マリトースキー、ジョアンナ・ルーニス組でした。さてプロフェッショナルの熱戦が行われた会場ではアマチュアの大会も同時に開かれました。こちらは男性が55歳以上のグランドシニア部門、
他に男女ともに35歳以上のシニア部門があります。こちらは男女とも12歳未満のジュブナイル部門、この他に12歳から15歳のジュニア部門があります。海外の大会に出場する子どもたちもいると思いますので、この時期にベーシックやフロアマナーをきちんと学んでほしいと思いますね。そしてハーフタイムショーではダンスフェスティバルで特別賞に輝いた東京国立のジュニアチームチャレンジャーズジュニアによるフォーメーションダンスが行われました。ダンスはこのように競技会だけではなく、たくさんの人と一緒に踊るという楽しさも学べると思います。はい、小学校4年生から6年生までの子どもたちです。続いてはプロフェッショナルスタンダード部門に参りましょう。種目はワルツ、タンゴ、スローフォックストロット、クイックステップ、そしてウィンナーワルツの5種目です。192組の中から準決勝に進んだのはイタリアやアメリカ、中国からの強豪を含む14組の選手たちです。私は外国勢がたくさん来ているので、ファイナルの席がだいぶ少なくなっているんですけども、去年決勝に入れてもらったので今年も頑張って決勝入りを目指します。自分たちのベストの踊りが出せるように頑張っていきたいと思います。まあ、のびのびとやるだけです。はい、楽しく勉強してやりたいと思います。スタンダード5種目による準決勝です。参りましょう。最初の種目はワルツです。ここからは檜山浩二さんの解説でお送りします。まずはワルツ、ゆったりとした三拍子ですね。はい、この三拍子で踊られるワルツですが、この種目の特徴としましては、はい、ライズ&ロワーと言われる上下動、それからスウェーと呼ばれる、体の傾斜、そして2人の入れ替わり、回転動作をうまくブレンドしながら3拍子に合わせて踊るというのが特徴です。はい、この種目の難しさとしては男女の位置関係を上手に保ちながら、2人の位置関係を崩すことなく回転動作、その他の動きをするということが難しいところだと思います。ダイナミックに踊るということも大事ですよね。そうですね、フロアと自分の体重をうまく使いながら、脚力やそれから胴体の力をうまく使いながらフロアの上を優雅に、なおかつ滑らかに動いていくことが大切だと思います。上背のある方がちょっと有利に見えますが。そうですね、動きを見せる上でやはり体のそのボディの長さや足の長さ、はい、そして腕の長さなどを生かしながら、移動や回転、あるいはスイングと言われる振り子のような動きをした時に、その方がやはり雄大に見えるという可能性はありますね。ただまあ、2人の位置関係やボディスピードの変化なども重要なポイントとなりますので、背が高いというだけで、良いということではないと思います。終了いたしました。2種目目はタンゴです。さあ次はタンゴです。どんなところが魅力でしょうか。そうですね、先ほどのワルツと比べるとはっきりとこうリズムもはっきりとしておりますけれども、動きも上下動を抑えた、踊り方がこの種目の特徴です。フラットに動いていくわけですね。そうですね、はい、スイングと言われる振り子のような動きが、他の種目では、必要とされるんですけれども、このタンゴに限っては、そういった動きは全くありません。
よりスタッカートにより動きをシャープに、見せるというのが、この種目の特徴だと思います。より密着してますよね。そうですね、まあスタンダード種目の場合には常に男女が向かい合って、同じ位置関係を保ちながら踊るという意味では一緒なんですけれども、はい、まあ、よりその強い回転動作あるいは、鋭い回転動作などを、見せなくてはいけないので、より2人のその密着度というのは、まあ、上がってくるのかなという感じがしますね。その中で気をつけるところと言いますとどんなところになりますか？そうですね、より強い動作などをしようとしすぎて、まあ、上半身に無駄な力が入ってしまうというのが、よくある見られるミスですね、はい。まあ、お互いの自由な、立ち方あるいはそのお互いの自由度をなくさないまま力強い動きを見せるというのは本当に難しいことだと思います。男女の情熱を表していくダンスですね、はい、タンゴの競技が終了いたしました。続きましょう。3種目目スローフォックストロットです。今度はゆったりとした音楽になりました。はい、このスローフォックストロットは、ゆったりとした4拍子に合わせて踊りますが、はい、先ほどのワルツと違って直線的な動作がこの種目の特徴になります。直線的な動作を表現するためにはもちろん2人の位置関係や、タイミング進んでいく向きなどを合わせなくてはいけないのと同時に足首、膝、股関節などの関節をうまく上手に使いながら踊ることが大切と思います。足があまり閉じませんよね。そうですね、ワルツなどでは閉じるという動作が、大変大切になってくるんですけれども、スローフォックストロットはフロアの上を流れるように歩いていく、そういった動作が特徴になると思います。まさにキツネが歩いていくような。そうですね、ステップです。ネーミングの由来もそこから来ていると思います。女性のステップが難しいように思えるんですね。そうですね、女性の場合は後退歩に入ったところが特に難しいところだと思います。後退歩というのは後ろに流れるような動きですね。そうですね、普段の生活で後ろ向きに歩くということはありませんので、まあ、きちっとしたバランスを保ちながら姿勢を保ちながら、全身後退そして時には回転を織り交ぜながら踊るというのが難しいところかなというふうに思います。スローフォックストロットの競技が終了いたしました。続けてまいりましょう。準決勝4種目目はクイックステップです。さあ今度は一転軽快な音楽そしてステップになります。そうですね、このクイックステップは軽快な速い音楽に乗せて踊るわけですけれども、まあ、炭酸がコップの中で弾けるような軽快さが求められる種目だと思います。ステップで特徴的なものと言いますと、そうですね、今見られるようなランニングのようなステップ、あるいはシャッテ、足の技などですね、はい、そういったものが特徴になると思います。二人の一体感が大事になりますね。そうですね、まあ、お互いを抱え合うような腕の余計なテンションというのがない方が軽快さというのはより出せると思います、はい。映画のサルビーダンスの印象が強いですよね。ね、クイックステップ、
首を強く使って体を持ち上げる、はい、そういった動作が、この種目のまた他の種目にはない、特徴だと思います。準決勝4種目目、少しどうでしょうか、疲れが出始めている頃かもしれません。そうですね、体が緩んできている選手が何組か見受けられましたね。さあ、それでは準決勝最後の種目です。準決勝最後の種目はウィンナーワルツです。息を整えて最後の種目です。ウィンナーワルツ、貴族の舞踏会の雰囲気になりましたね。はい、宮廷舞踏会の踊りが起源のダンスです。今ご覧いただいているナチュラルターン、そして反対回りのリバースターン、そしてフロアの中央でちょうど今踊っております、はい、フレッカールと言われるステップですけれども、これらのフィギュアが中心の種目です。いかに滑らかに踊るか。そうですね、使われるフィギュアがそれほど多くありませんので、滑らかに、そして雄大に2人の位置関係や、それぞれの腕の位置などを保ちながら、踊るということがとても大切で、審査の基準もそういったところを見ていると思います。今雄大という言葉がありましたが、スイングの大きさというのも大事になりますか。そうですね、最後の種目ですので体力的なこともすごく重要なポイントになってくると思います。足の強さ、体の幹の強さ、そういったものがとても大切です。はい、準決勝最後の種目が終了いたしました。そうですね、昨年初めて決勝入りをして、もう嬉しかったんですけれども、ソロ競技のベーシックがやっぱりちょっと緊張のためちょっとガチガチになってしまったので、今年はそのベーシックの、種目も一生懸命練習してきましたので、もし入れたらば去年よりは落ち着いて踊れると思います。今日の目標は、今日の目標はもちろんファイナルです。世界チャンピオンも今日は来てますので、自分たちがどれだけその世界チャンピオンにチャレンジできるかが今日の最大の目標です。準決勝を戦った14組が再びステージに向かいます。決勝に進出できるのは7組だけ。いよいよ栄光のファイナリストの発表です。決勝進出1組目はエントリーナンバー9番谷堂誠司、早野恵美。スタンダード部門の決勝に進んだのは次の7組でした。谷堂誠司、早野恵美組、ゲゼッペ・マグネリ、フランチェスカ・ピエトラ・マレ組、笹谷武史、笹谷久美組、ビクター・ファン・アナ・ミクヘッド組、ザンハオ、ソン・シャオロン組、ミルコ・ゴッドリ、アレシア・ベディ組、川原久志、荒井泉組です。さあ、参りましょう。ソロ競技のクイックステップです。Your first dance, the quick step. はじめに、エントリーナンバー9番谷堂誠司、早野恵美。スタンダード部門のソロ競技はクイックステップです。各カップルが32小節の規定フィギュアを2回繰り返します。この谷堂組、全日本チャンピオンですが、どこまで外国勢に迫られるかですね。そうですね、精神的にとても強いカップルですので、今日もよくチャレンジして踊っていると思います。去年この大会決勝2位でした。この2人の特徴はどんなところになりますか。そうですね、長身を生かして、ダイナミックな踊りをするというのがこのカップルの特徴になると思います。それは外国のカップルにも劣りませんよね。そうですね、身長的に言えば本当に引けを全く取らないカップルだと思います。
出来はどう見てますか？そうですね、とてもよくチャレンジして積極的に踊っていると思います。ただその積極性がやや肩の硬さに現れているかなっていうふうにも見受けられます。女性のショルダーがやや後ろにあるのかなっていうふうに見ます。それがまた動きに少し硬さを与えているようにも見受けられます。それにしても存在感ありますよね。そうですね、日本を代表する選手として、この決勝を頑張って踊っていただきたいと思います。エントリーナンバー61、ギョゼッペ・マグネリ&フランチェスカ・ピエトロ・マーレ from イタリー。イタリアのマグネリ組です。このカップルの特徴はどこでしょうか？最近伸びてきた選手ですね。先日行われた全英選手権でも単語でセミファイナル入りを果たしているようです。はい、とても体の幹の力、体幹の力が強く、アームポジションも安定しているように見受けられます。筋力が強いということですね。そうですね、ボディのその腹筋や背筋、はい、それから肩甲骨、背骨、それから腕をつなぐ筋肉ですね。その辺がトーンがきちっとしていて乱れが少なく見えますね。あ、ブレがなくなるっていうことですか？抑えてるっていうことですか？そうですね、まあともするとその力だけで抑えがちな時もあるようにも見受けられますけれども、おおむねいいバランスで踊っているんじゃないでしょうか。日本ササヤ組です。コンスタントに最近上位に入ってきてますよね。そうですね、常に上位進出を狙う位置に、昔からいましたけれども、最近は上位に進出してきますね。はい、どんなところがいいんでしょうか？そうですね、明るい雰囲気を持っているカップルで、競技会の最初から最後までエネルギーを切らすことなく踊り切るスタミナを持ち、そしてまたアームポジションもとてもクリーンなラインを保っているカップルだと思います。姿勢がいいというか、ホールドが崩れないような印象もありますね。そうですね、ホールドというのは男性と女性をつなぐ、まあ、メッセージをうまく伝えるためにとても大切なパーツなんですけれども、そこが乱れるとやはり2人の動きに支障が生じるっていうふうに思います。その上で今回はどうでしょうか？そうですね、今日はいつものササヤ組に比べるとやや腕がこうブレて見える瞬間があるっていうのがちょっと気になりますね。腕がブレる、はい、まあ、女性の腕にはまあ装飾品がついてるわけですけれども、肩と腕、肘の位置関係を見ているとやや動いているようにも見えますね。エントリーナンバー89、ビクターファン&アナミケツ from the United States of America。 ビクターファン組です。全英選手権で総合4位に入りました。今力をつけているカップルです。そうですね、以前から注目はされていましたけれども、ますます最近こう実力をつけてきたカップルだと思います。男性女性それぞれいいところを挙げてください。男性はやはりこう強い筋力を持っていて、床に対する働きかけっていうか、その足から床にうまく力を伝えていて、とても大きな動きをしています。はい、女性はその男性の力強い立ち方からもちろん来ると思うんですけれども、柔らかな表現ができるようになりました。男性の力強さがあって、その女性の柔らかさが出てくるということなんですね。そうですね、男性の姿勢がぶれないということは、女性が安心して演技をできるためにはとても大切なことだと思います。そうしますと
フロアの上の存在感も出てきますよね。そうですね、一体感、そしてスピード感、そういったものが出せるようになると本当にフロアの上での存在感に影響しますね。はい、ノーシードからこの決勝に進んできた中国のカップルです。どんな特徴がありますか？そうですね、この選手も若い選手だと思うんですけれども、今日はノーシードから勝ち上がってきたということで、とてもハッピーなんじゃないかと思います。朝早い時間からの登場ですからね、疲労感はあるんでしょうけれども、まあ成績が良いとエネルギーもまた湧いてくるものなんですね。ステップなど技術的にはいかがですか？そうですね、このファイナルソロは規定フィギュアで踊られているわけですけれども、まあ上がるつもりがなかったというわけではないでしょうけれども、少し練習不足な部分が見受けられます。例えば足を揃えるべきところできちっと揃っていなかったりですね、今もまさにこう足を揃えるべきところなんですけれども、慌てて揃えているようにも見えますね。いやでも満員のこの日本武道館のお客さんが見つめるところですから気持ちはいいでしょうね。そうですね、まあ緊張もするのかもしれませんね。はい、エントリーナンバー149、ミルコ・ゴザリー&アレシア・フェティ from イタリー。世界チャンピオン、ゴッドリ組です。1月の UK 戦では全種目1位で優勝、そして5月の全英選手権では3連覇を果たしたカップルです。そうですね、本当に今をときめく世界チャンピオンがこうして、日本の大会で踊ってくれるということは本当に嬉しいですね。その素晴らしさどこ見たらいいですか？そうですね、やはりこうクリーンなトップライン、2人の位置関係が本当にいつも一定でいる、そしてタイミングもクリアですね。彼らの踊りは本当にフロアの上を自由自在に踊っているように見えて、とても軽快な踊り方なんですね。エレガントさもありますね。そうですね、チャンピオンとしての自信を深め、ますます、エレガントさにも磨きをかけていくんじゃないでしょうか。踊りにもバリエーションがたくさんあるように思えるんですが。そうですね、まあ、その踊り方も選手によってだと思うんですけれども、傾きなどを使ってですね、変化をつけていると思います。はい、エントリーナンバー181番、川原久志、新井泉。日本、川原組です。日本でも有望なカップルですよね。そうですね、最近本当に上位に進出してくるようになりました。はい、男性のホールドが大きいですよね。そうですね、女性がとても身長が高く腕が長いので、それを生かして大きなシルエットで踊っていますね。今大会を見ていて気がついたんですが、はい、まあ、以前ですと少し線が弱いような印象を持っていたんですけれども、今回はとにかく積極的に自分のダンスをフロアの上で踊り切ろうという、そういった姿勢が見えますね。課題を自分たちで克服してきたということですか？そうですね、今回は自分たちなりにテーマを決めて、そしてそれに向かってチャレンジしているっていうふうに見受けられます。このステップいかがでしょうか？そうですね、まあ、そのテーマにのっとってだいぶ積極的に踊っていると思います。やはり自
信というのが大きいんですよね。まあ自信というよりもチャレンジャー精神ということなんじゃないかなというふうに思いますけれどもね。はい、ソロ競技が終了いたしました。次の種目はワルツです。 Your second dance, the waltz。 この2種目目ワルツからは全員揃っての踊りとなります。まずは川原組です。本当に今日は積極的に体を広い空間に向かって投げ出すように踊っていますね。はい、谷堂組ですね。やはりこう優雅にゆったりとした動きに見えますね。周りのカップルというのはどうでしょう、一緒に踊っていて意識するものでしょうか。そうですね、まあ決勝まで来ると広いフロアに7組ということで、はい、それほど多くはありませんので、やはり自分の演技に集中ができると思います。いかにアピールできるか。2種目目のワルツ、大きく見せるというのが一つこのワルツの特徴ですよね。そうですね、ライズアンドロワーや体の傾きを使って一つ一つのフィギュアをいかにダイナミックに見せていくかっていうのがすごく大切なことになると思います。ごっつり組です。いかがでしょうか。本当に2人の体が吸い付くようにワンピースですね。相当練習を積んでいるからでしょうね。そうですね、やはり立ち方、アームポジション、そういったものを一つ一つ理解をして訓練しているということでしょうね。2人の共通理解、感覚としても同じような感覚でないといけないわけですよね。そうですね、いろいろなステップにおけるその2人の位置関係なども微妙に変化するんですけれども、その変化のタイミングや、変化の仕方なども本当に2人で共通認識で踊らなければいけませんね。少し男性の背中が後ろに落ちて、動き自体が少し、硬く見えますね。先ほどのザンハオ組ですね、はい、さあこちらもう一度ごっとり組です。ね、体重がきちっと自分の足の上にありますので、床に働きかける、そういったことが本当にスムーズに見えます。ワルツの競技が終了としました。ワルツではまず谷堂組に注目します。そうですね、フロアの上でとてもエレガントに見えて本当にダイナミックに見えます。ただ女性の肩がやや後ろにあるので、自分たちの動きを少しブロックさせてしまっているのではないでしょうか。こちらゴッドリ組です。やはり先ほどの谷堂組に比べると本当にその肩甲骨、肋骨、骨盤の位置関係、バランス感覚がいいですね。次の種目はタンゴです。Your third dance, the tango。 タンゴです。まずは谷堂組。この谷堂組はタンゴは得意なんですよね。そうですね、どの種目が得意不得意、まあ、好き嫌いっていうのはあると思うんですけれども、本当に最近タンゴが本当に上手になったと思います。じゃあこちら川原組ですね。首の使い方、これも大事ですね。そうですね、タンゴの独特の、ネックアクションっていうのがあるんですけれども、笹谷組はいかがでしょうか。そうですね、やはりお互いのショルダーの位置関係を見ていると乱れがやや見えますね。今日はいつもの笹谷組に比べるとやや忙しい。ザンハオ組です。ノーシードから勝ち上がってきました。ですね、フロアの上を移動する際にやはり体重のバランスがやや悪く見えますね。マグネリ組です。腕を大きく広げ、とてもクリーンなシルエットを持っています。フラットに踊るのが大事というこのタンゴです。
安定したシルエットを保っていますね。こちらがビクター・ファン組ですね。男性の力強さですね。それに対して女性の柔らかさというものをよく表現していると思います。はい、タンゴの競技が終了としました。では笹谷組を見てみましょう。そうですね、やはりこうしてスローで見るとアームからショルダーのラインにかけてやや歪みが見受けられますね。マグネリ組です。はい、こうしてスローで見ますと2人の頭の位置関係がやや歪んでいる時が見えるのが残念ですね。4種目目はスローフォックストロットです。 Your first dance, the slow fox trot。 ゆったりとした流れるようなダンス、スローフォックストロットです。まずはゴットリ組から見ていきましょう。2人の足の動きが本当に一致しているのをご覧ください。とても綺麗に流れるように動いてますね。そうですね。そして上半身も柔らかく大きく使われています。とても魅力的なダンスだと思います。番組です。そうですね、彼らも上半身の動きと下半身の動きのタイミングをとてもよく合わせていてダイナミックに大きく踊れていると思います。大きな上下運動ではなく、こう流れるような動きが大事なこのスローフォックストロット。そうですね。足首や膝、股関節の使い方っていうのが本当に大切になると思います。ダンハオ組です。男性の右肘がやや落ちて見えるんですね。ですのでショルダーラインが右肩がちょっと出ているように見えてしまう時がありますね。その辺を修正するとさらに良くなると思います。そして日本の川原組です。大きく空間を使ってますよね。そうですね、今日は本当に積極的に踊っているんじゃないでしょうか。谷堂組、堂々としたこのダンス。そして日本のもう一組、笹谷組。はい、今交代法から、向きを変え、そして回転法に入りますけれども、やや男性の肩が少し前にあるとバランス的に良いんじゃないでしょうか。動きもスムースになると思います。スローフォックストロットの競技が終了しました。ではファン組を振り返ります。そうですね、今左足の上でロアリングアクション、今度は右足の上でロアリングアクションですけれども、それと同調してショルダーの回転が起こり、とてもスムースに動いていると思います。こちらは川原組です。一日を通してとても積極的なパフォーマンスをしていると思います。以前の川原組に比べて格段に進歩しているんじゃないでしょうか。気持ちが乗ってるんでしょうね。ね。さあ、それでは参りましょう。決勝戦最後の種目はウィンナーワルツです。 This is the grand final dance, the Venus Waltz。
タンダード部門最後の種目となりましたウィンナワルツです。谷蔵組リバースター回転から入り、そしてコントラチェックに入りましたね。こっとり組ですね。このフレッカールは女性がボディを積極的に使って、とてもスピード感にあふれています。ササヤ組、最後まで全く見られることなく踊り切っていますね。そしてこの川原組も今日は積極的なダンスが光っています。ファン組ですね。アームポジション、懐が深いと申しますか、とても腕の位置がいいですね。再びコットリ組です。流れるような動き。そうですね。ハオ組です。やはり肩甲骨がやや後ろに落ちていて、右肩のラインが気になりますね。マグネリ組はいかがでしょうか。そうですね、このカップルも最後までとても良いシルエットを保って踊っていると思います。最後の種目ウィンナーワルツでした。最後の種目ウィンナーワルツの競技が終了いたしました。さあ振り返りましょう。まずはファン組です。とても力強い姿勢をしてフロアの上でとてもよく目立ちます。足がきちっと揃っていない時があるのがやや気になりますね。はい。ジャンハオ組ですね。そうですね、2人の位置関係がやや乱れているのか、男性の肩がやや窮屈に見えますね。世界チャンピオンコットリ組です。女性の上半身の使い方がとても積極的で、回転の運動と相まってとてもスピード感を醸し出していましたね。プロフェッショナルスタンダード部門栄えある優勝は、The champion is entry number 149, Wilco Gottoli and Alessia Betti from Italy. Congratulations. シルエット、2人の位置関係、あるいは音楽のタイミングなど、あらゆる面から見て優れたパフォーマンスだったと思います。続いて第2位は、 Into second placeEntry number 89, Victor Fan and Anna Miket from the United States of America. Congratulations. 彼らのダンスのスタイル、立ち方などですね、そういったものは本当にフロアの上で存在感があります。そして第3位は、 Into third place. Entry number 9番、谷戸誠司、早野恵美、おめでとうございます。日本のトップ選手として今日もよくチャレンジして踊ってくれたと思います。はい。表彰状、優勝、ミルコ・ゴッゾリー殿、アレッシア・ベティ殿、あなたは第29回日本インターナショナルダンス選手権大会プロフェッショナルスタンダード部門において当初の成績を収められました。よってこれを称します。優勝したミルコ・ゴッゾリ・アレッシア・ベティ組には大会の優勝トロフィーに続いて NHK 杯と賞状が授与されました。プロフェッショナルスタンダード部門の総合順位です。そうですね、川原組、笹谷組、よく健闘したと思います。どの選手も、決勝で最後まで素晴らしい踊りを踊り切ってくれました。はい。川原組の健闘が光りましたね。そうですね、ますます上位を目指してほしいと思います。成績的には十分です。自分たちが踊り切った感じが今日は思い切っていけたので、それが自分たちにとっては嬉しいことであり収穫であり、サインももちろん嬉しいです。Hopefully we'll come back next year for this
event in June. I think for our own personal, of course, we always try to improve our dancing, improve how we perform, and just try our very, very best, I think. So, because you can never reach your limit. There is no limit to the goal. Yeah, there's no such thing it's as always a ceiling getting better. Or a limit. Sky is the limit. Sky is the limit. So we always feel that we can do more. So if I could tell to somebody, maybe I keep a secret. So I try to give advice. I think the secret of our victory, of our performance and of our success, I think that is always try so hard in the practice and believe in our partnership, and of course believe in the true dancing, that is a show of the quality, and not try to demonstrate a little bit busy in the routine and the program. I think that believe in the basic step, believe in the quality of dancing. では優勝したミルコ・ゴッドリ、アレシア・ベテ組によるオナーダンスをご覧ください。ゴッドリ組、見事なダンスでしたね。本当に安定したパフォーマンスを見せてくれたと思います。本人も言っていたように、ベーシックに裏打ちされた本当に自由でのびのびとしたダンスを見せてくれました。密着して踊っているわけですけれども、お互いの動きを邪魔しない本当にスムーズな動きっていうのはさすがと言えると思います。会場も、そして今日テレビでご覧いただいた皆さんも魅了されました ね。素晴らしいダンスですね。はい、スタンダード部門全体を通していかがでした？本当に拮抗した戦いだったと思います。予選でもう本当に差がない選手が落ちていってしまったと思います。早いラウンド、そして準決勝などで落ちてしまった選手も、また来年に向けて良い準備を積み重ねてこの大会を目指していただきたいと思います。はい、今年の大会が終わりました。大会全体を振り返って、ラテンアメリカン部門解説の須田さん、いかがですか？はい、今回は広い武道館が満席になりました。アマチュア、プロフェッショナル、すべての部門において海外からの参加者もあり、ますます注目される大会に成長していると思います。そして選手たちに今後への期待などを檜山さんお願いします。そうですね、今大会もいろいろな部門に本当に多くの選手が参加していました。また今後もますますダンスを磨いて素晴らしいパフォーマンスを見せてほしいと思います。解説は檜山浩二さんと須田雅美さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。日本インターナショナルダンス選手権大会、早くも来年が楽しみです。来年は記念の30回大会です。次回はどんな展開になるのでしょうか。